チャオ、あっちゃんです。今日言うたらあかんな。1月12日金曜日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイムは、ちょっとね、大阪、この前の初恵比寿で買ってきてんけど、大阪土産。この前の初恵比寿で買ってきてんけど、大阪土産じゃなく京都のお土産、生八つ橋、これね、大阪の難波の、グリコ屋の、グリコ屋って何かのお土産屋さんの中にグリコ屋があったみたいで、ちょっと調べたらね、そのお土産屋さんで売ってて、関西のお土産売って、奈良のお土産売ってなかったんやけどね、京都と大阪のお土産が売ってて、うん、で、それで、京名物、井筒の生八つ橋、日記、あんこ入ってへんねん、生八つ橋の皮だけやねんけど、八つ橋、うん、を、買ってきました。お食べって三角に折って中あんこ入ってる、あれはあんこ入ってるんだけども、それの皮だけ、うん、これ結構好きで、あちゃん買うね。昔でもこれにあんこと、パックに入ったあんこと生やつ箸あって、自分で包んで食べるやつあってん、あれ好きやってんけど売ってないねん、最近見ひんねん。でこれの抹茶味とか、なんや、なんか他の味とかもいっぱい出てんねんこれね今。でも一番基本、昔ながらの生やつ箸を食べたいと思います。あちゃん好きやねん。ばあちゃんがさ、やっぱ京都の方で、その京でもらうんやね。で、食べんねんけど、美味しいね。で、あんこでもさ、好きやねん。でも、あんこだけじゃなく、この皮だけっていうのがまだ好きでさ。さ、これあんま売ってへんかって。でも、最近は時々売ってるなってね、食べたいとなって買いました。前フリーで子供が、あよ食べさせるみたいな顔してるけど。はい、どうぞ。違う、一枚だけね。ベロンだとね。ここ。こんな感じ。はい、こっち持って。くっついてるわ。はい。よっ。あれ？ちょっと待って。もう持ってき、それ。ひっついとったん？ 2 枚。どう？うん。おいしい？うん、うちの子これ好きやわ。子供ってあんまりやつ味好きじゃないねん。なんか癖あるから。日記の味で。どう、ひかる？おいしい？うちの子好きみたい、これ。うん。なんか一旦もめみたいな、うん。いただきます。うん。懐かしい。美味しいな。うん。いいな、これ。生でいっぱい入ってね、これ。もうすでにいた方がいい、これ。うん、28枚入り。手でいた方がいいな。手でいこうか。なんか板もみに聞いたろどーんみたいな。いらんことになって。はい。いただきまーす。で、いらんことになって。これ。京都のお上品な和菓子は、うん、お上品食べなさいって言われるね。はい、ごめんなさい。うん、めっちゃ美味しい。癒されるわ。これ、ほうじ茶。熱いのがちょっと冷たいけど、ほうじ茶でいこう。今日ほうじ茶沸かして、うん、美味しい。これは手でいきましょう。うん、うん、おいしい。スリランカ、28枚やった。すごい食べ応えある。3人で食べてもなかなか減っていかへん、うん、お皿に1枚ちょんと置けとるようなもんね。うん、お皿の上にトンって、皿の上に乗っちゃう。乗っけても乗っけて、みんなで食べるもの。一枚だけ、うん。はね、包丁から聞いて。うん。これいい。くる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 。巻いて。これ焼いたカリッとしたやつあるやん。あれも美味しいよね。
くも美味しい。みんなよう見て何が入ったの見たか考えたことなかったけど、米粉やねんって。米粉、砂糖、きな粉、なんていうのかつら川けなんていうのやろな、経費っていうのかな、日記、あ、チェーン、かつら川って書いて日記やん。アホ丸出しやな、ね、うん、らしいです。はい、井筒八橋、井筒八橋本舗ってもう昔からね、創業文化2年 since 1818、薄い入れ替えだろうな、ちょ、これ読めへん、こんな薄い入れ替えでも since 18取るかな、もう何がここ、この消えてないで、うわ、そう、目悪い、なんでやだろ、1805らしい。1805年創業の老舗井筒屋津橋本舗です。はい、うん、まあね、京都の昔ながらのお菓子、美味しいね、やっぱり、うん、ということで終わり終わりました。まだね、あっちん、ちょっと今年はね、京都行きたいね、京都、京都をちょっとね、お散歩したいね。ちょっとしんなりしんなり歩きたいなと思って。うん、あの、舞妓さんだったろうかな、思うんだけど。あかん。あの、いや、これ夢やねん。ほんま、舞妓さんの コスプレじゃわ、舞妓体験すんのね。結構高いねん。なんか 2万とかすんのよね。何万かすんだけど。うん、あれしたいなと思ってね。まあ、そんなこんなでね、京都行きたいなと思ってんねん。で、うん、もうね、うん、ちょっと今年、京都本も、オフ会じゃなく、お忍びで、お忍び言うなって、あの、一人でお散歩で動画撮ってくるか、でもしかしたら、うん、京都で、あの、行くよって言ってから行くか、その辺ちょっと分からへんけどね、京都も行きたいなと思ってます。で、その時またね、もっと、その八橋とか、お漬物とか、ちょっと京っぽいものを買ってこようかなと思ってるけどね、また京都を進出考えてます。はい。で、奈良、大阪。奈良、大阪、京都、あと行って朝から出て行って夕方帰ってこれる距離のところ、いろいろ行きたいと思ってます。もちろん和歌山も滋賀も三重も兵庫もぐらいかな。名古屋行きたいけど、名古屋も行けんことないねんけど、日帰りやとな、名古屋まで3時間ちょいかかるでしょ、往復5時間かかるでしょ、たら、滞在時間3時間ぐらい、うん、だからね、名古屋をちょっと満喫できへんかなとか思いながらも行きたいなと、泊まれと車で行けと、あ、車で行っても一緒か、うん、一緒やな、電車は楽よね、はい、まあ、そんな感じでね、ちょっといろいろ行きたいんで、うん、ね、なんだ、いろんなところにお散歩かね、お散歩ってか、お散歩動画を撮っていきたいなと思って、まあそれでね、まあ、京都が今のところ多分行くでしょう、近い、まあ寒い、京都はね、冬寒いからあかんねんだからやけど、ちょっと春先の気候ない時に行きたいんやけど、そうなると観光客が多くってまた大変なんだけどもね、まあ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 やけど、京都行きたいんで、あの、行きます行きます、近くに、近いうちにね、はい、うん、まあそんなこんなで、あっちゃん今日は、今日名物八つ井筒屋の名前、八つ橋日記、基本の名前、八つ橋か、八つ橋の川ね、うん、八つ橋、まあ、八つ橋はこれやねんけど、八つ橋食べました、はい、美味しかったです。はい、ね、あっちゃんの昔ながらの和菓子っていうのかな、うん、八つ橋美味しそうやなと思ったら高評価を、食べてみたいなと思う人はチャンネル登録して、ぜひ京都に遊びに行って食べてみてください。ではまたね、バイバイ。